発生団にやってきました。ハセダムからちょっと上がってきたらね、このハセダムで、ね、出てきますけど、もうそこそこ大きいね、これ。何の見たことあるけど、こんな大きかったっけ、これ。この手長いのだいぶ、200メートル以上あるんじゃん、これ。こんな大きかったっけ、全然、全然ぼーっとしてみてるな、前回来た時ね。ダムもいいねんね。ずいぶん水少ないんじゃないかな、これ。本体は出すでしょうか。わあ、かなり高いね。まあ、高いわ、これ。あ、水流れてるわかるかね。あ、ちょろちょろ流れてるだけやな。何の音やろうね、それを通すんだけど、水以外にものすごいね、車の音かね、車の音やな、はい、ああ車走るのこんな音響くんかな、こう、この長さすごい長いですよ、これ少し近いあれでっか、ここからね左側歩いていきましょう。これ天理ダムのどっちが大きいんやろうか。天理ダムも行ったことあるんだけどね、天理ダムこっちの方が大きいんじゃろうかな、これ。じゃあ天理の方が、あの、あれはダムか、広かったな。どうなんだろうね。いやー、すごいこの高さは。下見えるかね。怖いね、これ。うわ、すごいわ。5、60メートルあるんかね。先ほど車後ろずっとついてきたんだけど、ね、どこ止まったんやろうね。ああ、あの下入ったらやね、あの下からちょっと取れるね。下からも取ろうか。うわ、これ水が出てるね、これ。水が流れないけどね、ほんまちょろちょろやけど流れてんのかよ。これはそしたら電源取ってんのかな、発電の水取ってんのかね。この辺りもかなりね、あの古墳回るときにずいぶんここ通ったね、何度も。なかなかね、まあ途中やから横にあるの分かっててもね、寄ることないんで。これの看板はどっかないんかね。何年かも一回来てんだけどね。もうはっきり覚えてないね。この建物何でしょうかね、これ。なんか誰もいるような感じじゃないんだけどね。シャッター閉まって。管理棟かね。管理センターでした、ここ。管理センターでした。奈良県かな、これ。奈良県営団子やね。発生団子管理センター。高さがどれぐらいあるの、高さが堤長が212.5メートルあるね。結構あるね、やっぱり。高さが55メートル、浄水道しか入ってないってことは発電やってないんかね。212メートル、結構大きいね、結構ね。しかしね、ダム湖としては小さいんだけどね、これ。あくましないね。白川ダム？白川ダムって聞いたことあるけど、どこだろう。発生ダム、はい、これ発生ダムでございます。まあ普通の、これが普通のダムでございます。こうカヤック浮かべたら面白くやけどね、クローズと回った周囲をね。あ、
ああ、ここにフェンス張ってあるから、ここ行かねえか、あの先は。あの、鉄の橋は錆びってしまったんで、あれね。錆だらけでございます。天理市内は非常にね、紅葉が綺麗かったけどね。ここは杉山とかが多いからかな。ちょこちょこ紅葉が見えるけど。あれな、あの橋渡ってずーっと上がっていくよな。針の方に行くんやけどね。途中に古墳何個かあんねんけど。なんか見て回ってました、あの古墳もね。夏は朝6時ぐらいから8時ぐらいまでね、夜の。一日で最高何個、何軒いったかな。針近くの古墳ね、そやけどよけ回れんな。中歩いてたことね。実家食堂かな、夜回って。お、綺麗やんか。こうやって見たら綺麗ですやんか。あの上にもね、山の上にもね、これほら、住宅あんねんけどね。あんなとこ通ったかな。住宅しあったかな。記憶ないんだけどね。なかなかいい景色でございました。あの県道はかなりで人が歩いてんだけどね、なんだろう、なんかあんねえかね。県道ずーっとね、上がってきたんだけど、すごいことね、あの歩いてありましたわ。もうダム湖周辺だけの橋が1、2、ダムの橋と1、2、3つあんねんな、これ。これ川上橋。ああ、なる橋やね。こちらの方も水溜まってんの？ほら、ここはこっちは水溜まってんのや。錆びて塗ってんのかな？どうなんだろうね、これ。錆びてんのかね、わからんね。いや、塗ってあるそんな感じじゃないな、これ。錆びやな。これ、何もねえんかよ。はい、かばくじゃ。